皆さんこんにちは、こんばんは、クールチャンネルです。マリオメーカー、今日も遊んでいきたいと思います。今回はいいねランキング、とても難しいからですね。以前この方の似たようなコースを多分クリアしたことがあるんですよ。それの新バージョンだと思います。スプリントコース、そうだね、多分舌を取りつつバネとかをうまく使ってどんどん走っていくんじゃないかなと思ったけど、あ、やっぱりバネあるよね。うん、バネが出てこないから心配になってきた。舌を補充してこのまま落ちる。以前はね、確かね、いろんなところでバネのすり抜けの罠にはまっちゃってかなり苦戦した覚えがあるんですよ。こうレッド似たようなコースでね、うん、だから今回はそういうバネのすり抜けがないといいんだけど、あれはね、作ってる人の問題じゃないから仕方ないのかなとも思う。バネのすり抜け、あれは悪ですよ。よし、やっぱりネタ感じだよと、うん、こういうところもあったような気がする。でも難易度は今回の方が簡単かな。今のところミスらしいミスはしてないよ。ミスらしいミスはまだしてないんで、この先もきっと大丈夫だと思う。余裕じゃないですか。亀とかいっぱい倒してコンベア使って気持ちいいよ、こういうの決まるとね。よいしょ、大ジャンプ、どっちだ、あー、この先だ。よいしょ、次はジャンプ。さっきはここでやられたんだよね、今のところでね。あー、落ちた。これまだ間に合うかな。間に合ってほしい。舌を取って戻って、間に合わなかったか、畜生。以前こういうコースを遊んだ時も思ったんですけど、こういうコースってクリア率とかはまあ 2% あるんでそんなに低くはないんですけど、クリア率以上に難易度高いんですよね。クルクルクールがこういうの苦手なだけなのかな。よくみんなあっさりクリアしてるよな。こういうところも結構タイミングギリギリですからね、見た目以上に。バネで弾かれるし、まあ、バネで弾かれるのはあんま関係ないけども、この先のコンビアジャンプ、もう一回ジャンプ、ギリギリで音符が低く行った。これはゴールいったんじゃねえか。もう一丁の回、どっちだ、土管から間に合えてくれ。多分中間からだからゴールまでは間に合うはず。中間ポイントこっちでいいのかな。大ジャンプ、見違ってることを信じる、戻る、ジャンプ、嘘だ、どっちだ、あー、道がわからない。ボンボン、ここでジャンプか。さっきはここを見せたんだっけな。違う、 P スイッチを踏んでここで大ジャンプかな。でスタートって大ジャンプ、間に合った、間に合っていけるのか間に合ってないのかよくわかんない。どうするんだーい。こうか、よし、ん、こうかな、こうかな、よいしょ、こうでいいんだと思うけど、ちょっとかなりタイムロスしてんだけど、間に合ってくれればまあいいか。よし、登って登って、また大ジャンプ、大ジャンプができてるのか。よし、できてたということにしておこう。なんで最後カレーでゴールなのかわかんないけど、面白かったです。ありがとうございました。お次はこちらのコース、スーパーマリオ3ウェルカムトゥーザジャングルホールド X、 右プラス X か。ということは半自動コースなのかな。クリア率も 17% あるし、きっとそうだと思う。ただその割にはクリア率低いのが気になるんだけども、登っていって鍵を取って、うん、どこ走ってない、どういう風に空を飛んでいるのか全然わからないわ。見た感じは面白いし、クッパをこうやってチクチクやっていくのも気持ちがいいんだけども、この先一体何が待ち構えているんでしょうか。かなちゃーん、バイバーイ。かわいそうな役回りだったね。で、今度はワンワンエリア、ワンワンとコーラライドか。いいね、このマリオのコーラライドっていうゲームができるとかできないとか、きっとできないと思うんだけど、ちょっとバグも使いつつ、中間ポイントを取って残り3秒、2秒、1秒でタイムアップ。さあ、果たしてマリオ選手は無事ゴールまでたどり着くことができるんでしょうか。それとももう一度中間ポイントを抜ける必要があるのでしょうか。このクッパどうな、クッパじゃねえや、どうなってるんだ、どうする、なんで下に落ちないで横に走っていけるんだ、どういう作りになっている、これは重くなるやつや、やめてくれ、 Wii U の本体が壊れる、もうボロいだ。で、ワンワンをメットで倒したり、今度はクッパさんをチクチクしないぞ。残り15秒。さてさて、この先にあるのは栄光のゴールか、それとも挫折か、何がマリオを待っている。アナゴさんの声でこういうの実況できると面白いと思うんだよね。アナゴさんとかセルとかさ、いいですよね、あの声渋いよって。フォローでやられるんかーい。
さて、中間からのリスタートで、え、こっから？なんで、さっきのってもしかしてたまたまランダムやられる要素？そんなことはないよね。ん？でもさっきと違うか？あれでも一緒だよな、重くなるやつでしょ？シャキンって今なんか被った？被ったような気もするけど、さっきはこの先でもう、メット取られちゃってたような気がするぞ。そうか。やっぱりランダムでやられる要素があったんだ。それは知らないよ。やっぱり待っていたのは挫折だったよ、マリオくん。さすが、クーグチャンネルだよ。このチャンネルの行く末を表しているような、表していないような、早くチャンネル登録1000人にならないとやばいんだって。このまま走っていっていいのかな？そこの隠し洞窟に入れれば、多分もうゴールなんじゃないの？残り1秒。それとも2個目の中間か、中間だった。で、三度スタートを切ったマリオ選手、この先はテレサの壁をかいくぐってというか、テレサには触れてもいないからかいくぐってもいないんだけどって、もうゴールかーい。さて、今日のラストはこちらのコースを遊んで終わりにしましょう。最近グールチャンネルでおなじみのいちご炭酸さんのコース、いちご炭酸さんのコース、ビューティー&スピメロ、なんだろう、何の曲だ。ビューティー&ステューピッドとかだったら分かるんだけど、 X の曲ですね。ベストクリアタイム25秒、クリア率は 15%。 難易度は他のスピラン演奏コースに比べると割と高めですね。 X かな。あ、本当に X だ、やったもんじゃダイナマイトな涙つぶした君のスマイル、ビューティー and stupid。 やべ、登っちゃったら閉じ込められるわ。まさか本当に X だとは思わなかった。ナイス選曲ですよ。もうカラオケのお箱です、私の。うん、なんかくるくるくるには似合わないってよく言われるけど、ちょっと待って、入れないんだけど、うそ、あぶねえ、間に合った、入れないところだった。閉じ込められてるやないかーい。え、あ、あったよかった、よいしょ。というわけで無事にゴールすることができました。 X ビューティー&ステューピッドでしたね。うん、ノリノリですよ。ちょっと歌詞がいっちいけどそこがいい。さて、それでは今日のクールチャンネルのマリオメーカー実況はこれで終わりにしたいと思います。コース募集してますので、 YouTube のコメント欄か Twitter の方にどんどんお寄せください。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。